朝ドラ半分青いあらすじ予告第28は「すずと春の対立が続く」5月3日目放送分危機物語東京から足を運んできた秋風羽織の秘書・菱本が説明しても「すの状況を許さない」という春の気持ちは変わりませんでした一方のスズメも「すも 東京で漫画家を目指すという決意は揺らぎませんそんな中春は和湖を訪問しスズメへの本心を打ち明けました片耳が聞こえないスズメが東京に行ったら苦労するのではないかと春は心配でならなかったのです同じ頃ニレの家の男たち3人は喫茶ともし火に集まりスズメの状況について話し合っていました 千吉と蒼太は、スズメが上京することに賛成でした。しかし、宇太郎だけは、春と同様に片耳が聞こえないことで苦労するであろうスズメのことが心配でならなかったのです。